法、レアル・マドリー、シティ MF ロドリを獲得へ。マドリーがシティの MF 獲得へである。マドリードはスペイン代表 MF ロドリを2025年に獲得する計画を立てている模様。同選手の現在の価値は1億3000万ユーロ、約208億9000万円。シティを弱体化させつつ強化するのえげつない。シティを荒らせて確実に即戦力だから高いけど有効な投資に見えるな。間違いなくスーパーな即戦力だけど、チュアメニとカマちゃんの成長の妨げになりそうなのがネック。チュアメニでいい。シティの戦力を削げるのもあるけど、チュアメニとカマビンガに間近で現世界一のピボーテを見せてさらに成長させられる点でもいい補強かもね。ロドリは行かないと思うな。クレのロドリを獲得できるわけないだろ。 W チュアメニ、カマビンガおるし、なんならそのお金で DF 陣補強してほしい。ロドリが来てくれるのはそりゃ嬉しいけど、マジで補強の優先順位そこじゃないやろって。必要なのアンカーじゃなくて CB やろ。